はいどうも、まこです。このチャンネルでは、うつ病当事者の私が日々の体験談をお伝えしていくチャンネルになります。で、今回のテーマはですね、うつ病の人は元気に見られやすいというテーマでお話をしていきたいなというふうに思います。で、これは結論からお話しすると、他人の体調を測る、もしくは把握するっていうのはほぼ不可能で、それはね、精神科の領域だなというふうに感じてます。で、特にうつが重い頃、っていうのはもうほとんど何もできない状態なので、その頃っていうのはね、はっきり分かりやすいというふうにはあるんですけれども、少しずつね、回復期に差し掛かってきて、ね、体調が良くなってくると、当然のことながら外出であったり、あとは他人と交流をしたりとかね、そういったシーンっていうのが出てくるとは思うんですよね。で、そこで必ずと言っていいほど元気そうだねっていうね、ふうに声をかけられることが多いかとは思います。僕も実際に経験はあるんですけれども、元気そうかどうかっていうのは、結構主観的なものであって、気分のね、体調の波っていうのは必ずあるので、体調がいい日と悪い日っていうのは必ずあります。特にね、僕が感じているのが、元気そうには見えるんですけれども、それをね、今言われたからといって、僕自身としてはね、元気そうだけどなぐらいにしか感じないんですよね。で、健常者の方々っていうのは、その元気であるっていう日常の生活を送ること自体が可能なので、それがね、普段の生活にはなってきているので、当たり前のことだなっていうふうにはなってくると思うんですけど、当事者側からすると、元気にしているっていうこと自体がもうだいぶ頑張っている状態であったりはするので、そこがね、なかなか理解されずに生きづらいなっていうふうに感じることは多々あります。そこで結構いろいろ考えたんですけれども、自分の心理の中では、元気になりたい自分っていうのと、あとは元気に見られたい心理っていうのがある程度自分の中ではあるのだなっていうふうに感じております。そこでよく言われるのが、例えば外出した時とか、あとはどこかに遊びに行った時に、他人に結構ね、元気そうだねとか言われるシーンって結構あるんです。で、僕が一番傷つくのはね、もう普通にいけるやんね、ガンガン働こうやみたいな感じでね、言われるのが一番結構傷ついたりはします。で、当事者側からしたら、結構遊びに行く行為自体も結構頑張ってるところがあったりはして、僕の中では半分楽しみ半分訓練っていう風にね、捉えるようにはしております。実際にこうやって、YouTube の動画を撮って、ベラベラ喋ってるんですけど、これもね、ある種自分の中では楽しみ半分半分復帰の訓練というふうに捉えて、動画を発信している部分でもあったりはするので、そういったところね、理解されづらくて、ね、結構、働けとかね、結構言われたりはするんですけど、そこをご理解いただけるとね、僕は非常に嬉しいんですけどね、なかなか難しいところだなというふうに結構感じております。で、自分のね、ペースである程度焦らずに、ちょっとずつね、やれる範囲でやっていきたいなというふうに思っております。で、僕自身も2月からね、少しずつ復帰、職場のね、仕事についていろいろ考えたりはしてて、で、社会復帰のね、訓練も結構やってはいるんですけれども、徐々に自分なりにね、やれることを少しずつやっていけたらいいなというふうに思いました。で、今回は元気に見られやすいっていうのをね、テーマでお話をしてきました。結構精神科行った時とかね、感じるんですけど、やっぱりみんな普通に元気に見えるんですよね。で、やっぱりそういった病気なのかなっていうふうにかなり実感はしてますので、そこがね、もっといろんな人に伝わればいいかなというふうに思っております。もし、この動画、よかったなと思うのであれば、コメント、もしくはチャンネル登録よろしくお願いいたします。では、今回はこの辺で、バイバイ。